アンダーサーティ無差別級選手権試合。青コーナーより挑戦者矢野徹入場。さあ21世紀のヤングライオン矢野徹が入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオンアンダーサーティに未来を託せ棚橋博士入場。さあ未来を背負うビルドアップボディ、棚橋博士が入場してまいります。棚橋アンダーサーティ無差別級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者186センチ110キロ矢野徹いけ。赤コーナーチャンピオン181センチ107キロ棚橋ひろし。レフリーレッドシューズ運の棚橋。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。蹴りを見舞ってまいります。腕を取ります。脇固めに持ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ランニングしたらエルボー引き起こします。腕を捉えます。腕を取ってまいります。腕を取ります。腕を狙ってまいります。バット、キャッチした。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ、打ち込んでまいります。組み合います。返してまいります。乾いた音が館内に響きます。キックで返します。行くのか、逆に振り返して。G1 初出場前に藤波辰巳直々にドラゴン殺法を伝授され、見事飛躍を遂げましたこの棚橋博士。飛龍殺法を習得したことも大きな武器となりましたが、何よりも大きかったのはどんな苦難にあっても諦めないネバーギブアップの精神を学んだことでありましょう。ねちっこい展開に移行してまいります。
組みに行きます。逆に肩をつけます。肩が上がります。つかみます。ラフ殺法に転じます。張ります。ロックアップ、ボディースラムで投げてまいります。おっと、チョーク攻撃であります。掴みます。させません。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。これは苦しい、チョーク攻撃です。行くのか、逆に返します。このあたりどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。蹴ってまいります。張ってまいります。フロントからのキック、腕をフックします。あっと、リバースで返してまいります。掴んだ。あっと、金的か。相手を挑発してまいります。これは苦しい、チョーク攻撃です。組みに行きます。切り返します。あっと、エルボー。腕を回します。耐えます。ロックアップ、逆に振り返した。キックを打っていきます。腕を捉えます。あっと、返します。ブロックします。組み合います。ボディースラム、ストンピングです。張ります。ロックアップ、ロープに飛ばした。あっと、叩きつけてまいります。行くのか、切り返します。フロントキック、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。張り手、首根っこをつかんだ。あっと、逆に蹴っていった。決めていった。蹴り上げていく、抱えた。フロントからの投げる転じる。ここで持っていくのか。抱き起こす、フロントに捉えた。あっと、逆にパンチ、腕を回す。あっと、逆に投げていった。あっと、返していった。キック、足を抱えた。あっと、返した。あっと、スピア、起こした。組み合った、コーナーに振った。バックに回った、逆にバックに回った。足をフックしてスイーパー、いけるか。あと、逆に倒した。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。ブロックした、ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。重い逆水平だ。エルボー強烈、蹴っていった。させません。組み合った、
逆に振り返した。ジャンピングしてのエルボー、エルボー打ち込む、いける、逆に返した、引き起こす、容赦のない攻めだ、ガチッと組み合った、あと逆に返した、強烈、逆エビが食べ、ここでロープブレイク、張った、15分経過、ジャンピングエルボー、あっとドロップキック、場外に移行した、蹴っていった、組み合った、お気をつけください、蹴り上げていく、小股に挟んだ、バックブレーカーで担ぎ上げる、掴んだ、厳しい攻めを見せる、リングに戻ります、ブレンバサー行くのか、打たせない、持ち込む、カウント 2.98、 いけるか、正面から投げを奪った、あとうまく切り返した、腕をフックした、させません、こめかめに入りましたよ、猛髄に響いたか、エビに固める、カウント3、